自分の声が嫌になった時。福岡県久留米市フラワーさんの自分の声が嫌になった時、はい、コールセンターで働いている私は営業時間は10時から18時でございます。音声ガイダンスのような声なので、もしもし、年配の方からの電話は、こちら汐留コールセンターでございます。ご用件をお話しください。一度無言になり、ご用件をどうぞ。人間ですか？はい、人間でございます。というやり取りから会話が始まるとき、神奈川県横浜市サッチさんの自分の声が嫌になったとき。やっと集まれたね。ね、いや、ほんとマジ忙しかったんだよね。普段ハスキーボイスの私は、はい、どうぞ。お邪魔します。付き合いたての彼の前では、こういう服も着るんだ。ちょっとやだ、もう恥ずかしいからあんま見ないでよ。もうあんま見ないでって。もう高い声を意識して出していたが、マジやばかったよね。自宅だったこともあり油断して。あ、そうだ、聞いた、うちのゼミまた試験あるらしいよ。は？マジで？試験多くない？いつの間にか地声になっており、あのさ、ん、この数時間で声変わりしたと聞かれた時。ということで、自分の声が嫌になった時。